の畝をと下の畝を全部トマトにしてやろうと思ってます。結構大きいのができてますね。この 1,2,3,4 つとこの2つは苗を買いました。このちっちゃいの買ったのか。その後は枝をさんが切ってくれました。ここにはよく日の木を植えたんですけど、それの木を取ったロコという水原を見ました。この三本仕立てのイチジクは、買ってきたものです。すごくよく元気になってます。ズッキーニを小さいのを下を取って大きいのを育てようという寸法です。今できているのがたくさん、はい、バジルってある？母ちゃん、ない。ちょっと外してね、もうちょいっぱいできたけん、大きく勝負で大きいやつ育て。最初だけど、以下は劣化するんよ。劣化以上じゃん。何か劣化した今。4回だ。前もしたけ。前もした。10個ぐらい取った。10個ぐらい取った。それは取りすぎやろ。およけ取るんかって。ええやん、まだ花咲きよんだけどできるよ、今から。この見つけたら受粉させたらいいけど。ああ。小花を2つこうやって。はい。今から受粉させる、毎日受粉させる。早い。8マッチよりよ。コンパニオンプランツ何であいたん？バジル。バジル。ホームセンターで売るよ。あ、そうですか。うん。それ。あれ虫が来にくいんよ。要は。トンボ見つけた？いや、トンボあるの知っとるよ。あ、そうですか。石切ったら あるんよ。キョロキョロ孫に壊しちゃった。石切り袋買いに行った時にあったぐらい。これ出来の絵のと悪いの随分違いますよ。言ったね。一式がな、農協に下ろしようよ、袋を。これ、嫁さんとこの実家のお母さんもお父さんもトンボしとった言うてたら、あれトンボがじいちゃん欲しいとか言うて、言うたけどくれっかった言うて。6匹ぐらい高騰に。ほら。それあちこちにね、家中、ね、行くところごとに全部釣っとくんよ。ネットで買ったやから。1000円もらえる。1,400円。うん。一式見たら釣ってる。間違いなくは。あ、そうですか。あの卸団地のところ。あの経営図電機とか、市会とセットでうちの近くの経営図電機のまんまんまんや。あ、そうですか。これよ。ブドウの袋とかな。いろんな売りを売るよとか、どんどん全部卸しますよ。現金でやったら、言ってくれるな。